が暮れるまでが勝負です。冬の日暮れは早いですからね、急がないと。やだなお兄ちゃん、この時期にやることといったら一つですよ。それはクリスマスの準備です。今日は一緒にツリー探しをしてくれますか？それからツリーに飾るオーナメントの材料も。二人で過ごすクリスマスには大きなツリーが必要ですからね。これがないと始まらないと言っても過言ではないんですよ。形のいい大きなモミの木を見つけてくださいね。私とお兄ちゃんが一緒に飾れるような綺麗な形の枝のやつ。オーナメントには綺麗な木の実や松ぼっくり、ヤドリギの枝なんかが欲しいですね。大きいツリーを探しますから飾るものもたくさん必要なんです。さあ出発進行ですよ。早速見つけました、綺麗な木の実。こういうのを集めていきましょう。そういえばお兄ちゃん、クリスマスってどんなことするか知ってますか？お兄ちゃんケーキ好きなんですね。だったらとびきり美味しいのを用意しなくちゃいけませんね。ランドソルだけじゃなく、いろんなご当地ケーキも気になるところですが、あんまり食べ過ぎるのも良くないし、当日までに厳選しておきます。クリスマスっていうのは大切な人と過ごす日ですよ。正解です。モミの木の緑色は冬でも葉っぱを落とさないから永遠を意味するんだそうですよ。昔の人もこうやって森に木を探しに来てたと思うと、なんだかロマンチックですよね。クリスマスっていうのは大切な人と過ごす日ですよ。私ずっと前から夢だったんです、お兄ちゃんと二人で過ごすクリスマス。飾り付けられた大きなツリー、窓の外の雪景色、部屋の中には暖炉の暖かい火が揺らめいて、それから大きなプレゼントとケーキ。なんて完璧なクリスマス、最高です。あ、もちろんクリスマスに向けて今日みたいにツリー探しをしたり飾り付けをしたりする時間も重要ですよ。その間にどんどん絆を深めていくわけですからね。つまりお兄ちゃんと妹が一緒に過ごす大切な期間なんですよ。とはいえ私もお兄ちゃんもバイトや勉強で忙しいので、毎日ずっと一緒は難しいわけですけど、だから今日一日有意義に過ごしたいんです。そのはずなんですけど、うわ、もみの木はたくさんあるのにどうしてなんですかね。日当たりとか考えるとこの辺に理想のツリーが生えてるはずなんですよ。ちゃんと調べてきたのにな。お兄ちゃんと一緒に完璧なクリスマスを過ごすための最高のモミの木がどこにも見当たりませんよ。森は暗くなるのが早いから急がないと。お兄ちゃん、もう少し森の奥の方に行ってみてもいいですか？確か道がこの先も続いてたはず。大丈夫です、ちゃんと地図は持ってきてますから。あ、この木の実飾り付けに良さそうです。え、お兄ちゃんの持ってる袋もう木の実でいっぱいですね。飾り付け用のオーナメントは十分揃ってるのにな。今日はもう諦めた方がいいのかもしれないですね。だけどお兄ちゃんもバイトが入ってますよね。私もですけど、だからもう少し頑張ってもいいですか？ありがとうございます。なんて言ったけど結局真っ暗ですね。一緒に見つけられなかったのは残念だけど、また探しに来ます。うん、
気分を変えて出直した方がいいこともきっとありますよね。急げば回っちゃいますから、こういう時こそ仕切り直しが大事ですよね。どうしましょう、お兄ちゃん。道分かんなくなっちゃいました。どこで外れちゃったんだろう。ちゃんと下調べもしてあったのに。お兄ちゃんを迷子にしちゃうなんて、私妹失格です。どうしよう、早く戻らないと。地図、こんな時のために持ってきたんですよ。現在地は方角もわからなくなっちゃいました。大丈夫です、お兄ちゃんのことは絶対に私がランドソルまで連れて帰りますから。そう、妹の名にかけて。そうですね、一休み、こんな時こそ深呼吸。せいてはことを子孫に譲るって言いますもんね。休憩なら、あの木が倒れてるところでどうですか？ちょっと座れそうですし。よいしょっと。座るとちょっとほっとしますね。だけど、はあ、私は妹としての修行が足りなかったみたいですね。でも、夜は本当に危ないんだなって勉強になりました。いつもの森なのにこんなに見え方が変わるなんて。知識では知ってたけど、体験すると全く違うんですね。これはもっともっと勉強が必要ですね。お兄ちゃん、上見てください。ここからなら空も見えるみたいですよ。星、はい。確か寒くて風が強い日は空気が澄んでるから星が綺麗に見えるんですよね。お兄ちゃんと一緒に見る星空、見とれちゃいますね。木の枝に隠れて見えないところもあるけど、あれは逆さキノコ座。月が綺麗っていうのは、つまり、いえ、なんでもないです。でも、すごく綺麗ですね。月が綺麗っていうのは、あなたが好きですって意味だって、お兄ちゃん、知ってるのかな。木の枝に隠れて見えないところもあるけど、あれは逆さキノコ座。だとすると、こっちはゴーレム座。天文の参考書に書いてあった通り、振り上げた右腕の部分がここかな。じゃあその先に見える一番明るい星を探せば、それがランドソルの方角。これでバッチリ迷子卒業ですね。星座の勉強もした甲斐がありました。なんですけど、ダメ、木の枝が邪魔でその先が見えません。お兄ちゃんの方から、あ、確かにもう少し見えそうです。あと少し寄れば。お、顔が近い。お兄ちゃんとこんな至近距離なんて緊張します。でも今は星を見つけないと。見つけました、一番明るい星。これが北の方角ですよ、お兄ちゃん。これで帰り道がわかります。はあ、ほっとしました。お、見てください、お兄ちゃん。ほら、一番手前の木の上、ちょうど星がかかったみたいに見えませんか？てっぺんに星を乗せてる。クリスマスツリーみたいです。よく見れば枝の形も高さも葉っぱの色も、これは私が探してた完璧なクリスマスツリー。理想のツリーやっと見つけました、お兄ちゃん。でもどうしよう、この木持って帰ったら完璧なツリーじゃなくなっちゃいますよね。星も
この木の上に見えるのは今の時間だけ。せっかく見つけたのにな。え、そっか。そしたらこの木をクリスマスツリーにできるんですね。お兄ちゃんとも一緒に飾り付けができます。それって最高です。じゃあ今日見つけたオーナメントを飾りましょう。松ぼっくりにヒイラギの木の実、小さいリンゴも山ほど。これならたくさん飾れますね。早速始めましょう。松ぼっくりは豊作、リンゴの実は知恵とか幸福を願うっていう意味があるんですよ。それからヒイラギは魔除けの意味もあるとか。私ちゃんと予習してきましたからね。にしてもバランスよく飾るのってなかなか難しい。はしごもないからこれは、届かない。それならジャンプして。わあ、お兄ちゃん急に何を。もしかしてこれでオーナメント。はい、これなら届きます。って、重くないですか。もうちょっと頑張ってくださいね。急ぎますから。よいしょ。ありがとうございました。これでどうですかね。だいぶバランスよく飾れましたよ。バッチリじゃないですか。ここから見上げると木のてっぺんに、ほら、星。やっぱり森の中にあるから、今お兄ちゃんと一緒に見上げてるから一番綺麗なんです。はい、お兄ちゃん、また一緒に。ぜひ。クリスマスまでにはまだ時間があるし、それにあの星が見つかったから今度は道に迷ったりしませんし。これもいろいろ幅広く勉強した成果です。芸に身を託すって感じですかね。さ、帰りましょう。お兄ちゃん、わあ、息が真っ白ですよ。その手つないだりしませんか。今日はいつもより冷えますし、風邪ひかないように気をつけないと。風邪は万病のもとって言いますしね。サイズと大体同じくらいかな。次は肩幅。あれ、意外と広い。お兄ちゃん着痩せするタイプですかね。思ったより肩幅は大きいと。ごめんなさい、うっかり説明を忘れてました。採寸です。採寸。具体的に言うと、体のいろいろな部分のサイズを測ります。もう少し詳しく説明すると、プレゼントです。具体的に言うと、お兄ちゃんにあげるプレゼントの準備なんですけど、これ以上は内緒ってことで。あれ、もしかしてちょっと不安だったりします？それじゃあもうちょっと具体的に言うと、手袋とかマフラーとか、そういった類のこのシーズンに定番のあれですよ。クリスマスが近いからって言えば分かってもらえますよね。さ
すがにクリスマスプレゼントに何をあげるかなんてド直球なことは言えないけど、編み物のプレゼントをする作戦はノート的にもなかなか悪くないと思えてきました。ちなみにこれはチャンスなので全身をくまなく測らせてもらっちゃいます。この先いつお兄ちゃんの服を作ってあげるチャンスが来るとも限りませんからね。もしかしたら来年にはサイズアウトかもしれませんけど、お兄ちゃんもまだまだ成長期ですから。腕の長さにウエストに身長、それからブーツも脱げますか？せっかくだから足の大きさも。はい、もちろんいくらでも待ちますよと言いたいところですけど、そろそろバイトの時間でした。私もう行きますね。ありがとうございました。お兄ちゃん、今日の採寸の続きまたやらせてください。これもクリスマス準備の一環です。なるべく一緒に過ごしたいですから。はい、じゃあまたクレープ屋にも遊びに来てくださいね。一目、二目、焦らない焦らない、クリスマスまではまだ時間があるんだし着実に仕上げなくちゃ。根気よく同じ力加減で、手袋って形が複雑だから難しいな。こういうのってそう、百里の道も一本道でも負けませんよ。全ては私とお兄ちゃんのクリスマスのため。すみませんお姉さん。はい、クレープのご注文ですか？ごめんなさい、そうじゃなくて。それ何作ってるんですか、ケイトも？これはね、手袋だよ。大切な人のクリスマスプレゼントにする予定なのです。いいな、あったかそうな手袋。私もお姉さんに作ってもらうことってできますか？お金は持ってないけど、お店のお手伝いでも何でもしますから。手袋、君が使うんですか？私じゃなくて、もしかして誰かプレゼントしてあげたい人がいるとか？はい、お姉さんが作ってる手袋すごくあったかそうで、お母さんとお父さんにプレゼントしてあげたら喜んでもらえるかなって。だけど私作り方もわからないし、編み物なんてやったこともなくて、いつも寒い中お仕事ありがとうって伝えたくて。大人にはサンタさんが来てくれないってお母さんが言ってたから。君がサンタさんになってあげたいってことですね。うん、プレゼントしてあげたいよね。でもやっぱりダメですか？協力してあげたいのは山々だけど、私もお兄ちゃんにプレゼントする分を作らなくちゃいけないし、それにプレゼントしてあげたいなら自分で作った方がきっともらった方も喜ぶと思うんだけどな。どうしよう。お兄ちゃん来てくれたんですね。そっか、作ってはあげられないけど作り方なら教えてあげられます。うん、名案です。ありがとうございます。あんまり難しい模様じゃなければ大丈夫だと思うけど、挑戦してみますか？もらう方も君の手作りだったらもっと喜んでくれると思うし。はい。それじゃあバイトが空いてる時に教えてあげます。ここでやると内緒のプレゼントにならないから森でやりましょう。えへへ、私いい場所知ってるので。ありがとうお姉さん。私編み物なんて初めてだけど
真心が一番。きっと喜んでもらえると思いますよ。うん、よろしくお願いします。お姉さん。お兄ちゃんも手伝ってくれますか？私一人だとちょっと不安だから。よかった。ねえねえお姉ちゃん、ここはどうやるの？そこは一目編んだら裏に返して。リド先生、なんだか目が合わなくなっちゃったよ。これって失敗かな？慌てない慌てない、一段ほどいてやり直せば大丈夫だよ。どうしようどうしよう、絡まっちゃった。助けてください。うん、遠くに行く前に捕まえました。あれ、今何かの気配を感じたんだけど、気のせいですかね。ほら、あの木の影のあたり。じゃあ私の気のせいかもしれません。なんとなく魔物みたいな気がしたから、ちょっとだけ気になっちゃって。ものがですか？そっか、きっと楽しそうに見えてるんでしょうね、私たち。なら興味を惹かれて様子を見に来る魔物がいてもおかしくないですよね。子供たちに悪さをしてこないなら気にしないようにしましょう。こちらが攻撃しなければ襲ってこない種類の魔物もたくさんいるって前に勉強したことがあります。きっとそういう魔物なんですね。ね、お兄ちゃん。教えられてる自信はあんまりないけど、みんなが頑張ってるのを見ると私も嬉しくなっちゃいます。それにクリスマス準備は二人っきりでするものって思ってたけど、こうやってみんなで一緒にプレゼントを用意するのもいいですね。それぞれの気持ちを伝えるために手を動かすのって素敵じゃないですか。新しい楽しみを見つけてちょっとお得な気分です。これもお兄ちゃんのおかげですね。もう少しでクリスマス、楽しみだな。一番素敵なクリスマスにしましょうね。さあみんな、あともう一息、気合を入れて編もうね。はーい。みんな本当に
マスに間に合って私もほっとしましたよ。これでプレゼントはバッチリですね。作り方がわからなくなっちゃった時も優しく教えてくれたお姉さんのおかげです。私もすごく難しいところがあったけど、何度やり直しても諦めないで完成させられたの、リノお姉ちゃんとお兄ちゃんがいてくれたからだもん。そうだね。でも一番はみんなのプレゼントをあげたいっていう気持ちがあったからだと思います。誰かにプレゼントをあげるのって素敵なことだし。さあ、あとはラッピングして渡すだけだね。終わり良ければこともなし。それじゃあ解散です。みんなちゃんと渡すんだよ。リノ先生ありがとうございました。はい、帰りも気をつけてくださいね。あれ、解散だよ。帰らないの？お姉ちゃんのツリーに飾ったら綺麗だと思って。私はクッキー焼いてきました。干しぶどうが入ってるの。実はさ、編み物教室の帰り道にみんなで相談したんだ。最後の日はお礼にクリスマスパーティーをしようって。ありがとうみんな。どうしよう、こういうのって嬉しいですね、お兄ちゃん。なんだかちょっと感動かも。あ、今は先生モードなので頭なでなでは後に取っておいていいですか？リノお姉ちゃん、早く早く。今行きます。お兄ちゃんも来てください。教室の帰りにちょっとずつ山ぶどうを森で集めてそれを使ったんです。そうだったんだ。今度作り方を教えてほしいです。うん、もちろん。お母さんに教わった秘密のレシピだけど、お姉さんには教えてあげる。きっと美味しく作れるから。やった。そしたら今度は先生交代ですね。僕は歌うよ。クリスマスの歌ちょっと覚えたんだぜ。じゃあみんな輪になって聞きますよ。ありがとうお姉さん。リノ先生さよなら。じゃあねみんな。完成させられてよかった。これもお兄ちゃんが手伝ってくれたおかげです。あれ、あの子まだ帰ってないのかな。忘れ物じゃなさそう。帰り道がわからないわけじゃないですよね。お兄ちゃん、あの子の近くにいるの魔物じゃないですか。は襲われるって感じじゃないけど助けに行きましょう。この前の魔物かもですか。確かにその可能性もありますね。よく見るとだいぶ小さいし、まだ子供なのかもしれません。もう少し近づいて様子を見ましょうか。何かあっても助けられるように。もしかして寒いのかな、魔物さん。今年の冬はすごく寒いってお母さんが言ってた。湖にも氷が張って、きっと魔物たちも寒いわねって。でもごめんね。これはお父さんとお母さんにあげるプレゼントなの。だからあなたにはあげられない。
して、あなたもお父さんとお母さんがいるの？それじゃあ、私の上着と手袋もあげる。行っちゃった。喜んでもらえたかな。クリスマスはみんな寒くない方がいいもの。あの子もあったかいクリスマスになるといいな。よいしょ。早く帰らなくちゃ。風邪ひいちゃう。待って。え、お姉さん？帰るの、ちょっと待ってくれる？今から私が新しいマフラー編んであげます。え、でも。いいのいいの、猛スピードで編んじゃいますから。だってほら、クリスマスはみんな寒くない方がいいですよね。お兄ちゃん、ありがとうございます。よし、お兄ちゃんのパワーがあれば私めちゃめちゃ頑張っちゃいますよ。これで完成。お待たせしました。マフラーに帽子に手袋にじゃーん、コートも作ってみました。私とお兄ちゃんからのプレゼントです。よく似合ってますよ。ありがとう、すごく嬉しいです。大切にします。みんな、いいクリスマスを迎えられそうでよかったですね。あわっ、そんな、今お兄ちゃんにお礼を言われるとこの先のプレゼントが渡しにくくなっちゃうんですけど、それはそれとして、あの、これクリスマスプレゼントです。お兄ちゃん、手袋とマフラーと帽子と腹巻きと靴下と、それからたくさん作りました。たくさん作ったっていうか、気がついたら山盛りになっちゃってたんですよね。あ、ちゃんと採寸してから作ったのでサイズは合うはずです。ご心配なくってやつです。よかったらつけてみてもらえませんか？似合うかなって思って作ったけど、実際につけてもらったところ見てみたいですから。ぴったりですか？よかった。うん、色も柄もよく似合ってます。さすがは妹の見立てですね。我ながらいい仕事をしたって感じです。本当はいつもずっと一緒にいたいけど、それは難しいから、だから私の代わりに身につけていてくれたらって思いながら作りました。他にもたくさんあるので全部受け取ってください。お兄ちゃん、バイトの時とかあったかくして、これだけあればきっと風邪もひきませんよ。それにバイトしてる時にふと私を思い出してくれたりしていいですからね。使ってくれますか？はい、来年はもっとたくさん作っちゃいます。で、まだ気が早いですかね。あんまり先の話をすると鬼が藁になっちゃいますから、来年はお揃いとかやってみたいな。編み物の勉強も頑張らなくちゃ。もう、なんですかお兄ちゃん、急に頭を撫でたりして。あ、もしかしてさっき取っておいた分ですか？それもあるけど、あの子へのプレゼントのことも。ついつい手が動いちゃったんですよね。でもお兄ちゃんが力を貸してくれたから、たくさん作ってあげられてよかったです。そうですかね。なんかそんなに褒められると照れくさいですよ。でも嬉しいので、その手は止めなくていいですから。
むしろ大歓迎です。はい、もっと撫でてください。お兄ちゃん、私このツリーの下でお兄ちゃんにプレゼントを渡せるなんてすごく嬉しいです。お兄ちゃんと一緒に探して一緒に飾り付けしたツリー、今日は特別綺麗ですね。ずっとお兄ちゃんとこうしていられたらいいのにな。せめて今だけでも。で、お兄ちゃん、シーズンではありますけど、それはそれ、これはこれ、バッチリ集中しないとですと言いつつ、ついついサボってしまうのでお兄ちゃんに来てもらいました。見張っててくださいね、お願いします。実はやる予定だった問題集がこんなに溜まっちゃって、あー、これはもう絶望もの。いえ、わかってます、全部私が悪いんです。バイト三昧に編み物三昧で、私にしては珍しく勉強がおざなりに。わかってたことではあったんですが、だから言い訳はしません。でも今なら取り戻せるはず。やりますよ。そんなわけでお兄ちゃんに隣にいてもらって、極限まで自分を追い込むスタイルです。逃げられませんからね、これなら。それに今日はいつもより距離も近い気がするし、気合が入ります。よし、早速今日はここから。お兄ちゃん、ないといけないから、もう少し隣に。はあ、お兄ちゃん、なんだか眩しい。周辺の森林地帯に生息する魔物は数種存在が確認されているが、このうちで植物性の栄養源を好む四足歩行型の魔物の種の名称と、この種に見られる特徴的な行動を簡潔に示せ。これは賭け問題に見せかけてボーナス問題ですね。こういうところで正答数を稼ぐんですよ。お兄ちゃん、なんだか眩しい。イルミネーションを見に来てるんですよ。お
兄ちゃんと妹で二人っきりですよ。この状況ではしゃがずにいられるわけがないです。それにコインは矢のごとし、時間は有効に使わないといけません。お兄ちゃんもはしゃいでますよね妹にはお見通しですよ。素直に白状してくださいね。はしゃいでる？よかった。このイルミネーションずっと着てみたかったんです。あ、もちろんお兄ちゃんと二人でですよ。だけど勉強が忙しかったり、そのちょっと言い出しにくかったりで、でも今年こそはって気合い入れて準備してたんです。だからお兄ちゃんが来てくれたの嬉しかったです。夢でも見てるのかと思っちゃったりして、えへへ、大げさですかね。このイルミネーション星座をモチーフにしてるんだそうですよ。だからよく見るといろんな星座が隠されてるらしいです。こうやって見上げるの、プラネタリウムに来たみたい。あそこは小熊座、あっちは白鳥座、あれは南十字星。なるほど、季節とか緯度とか、ここからだと本当なら見えない星座も散りばめられてるんですね。あ、イルミネーションの向こう側にも星が見えますよ。本物の星空も両方見えるなんて贅沢ですね。あの、お兄ちゃん、ちょっと寒くないですか？冬だし、夜だし、外だし、寒いですよね。ね。そんなお兄ちゃんに私からプレゼントです。お揃いもいいかなって思ったんですけど、せっかくだから一緒に巻いちゃおうっていうアイデアです。我ながら名案だなって感じなんですけど、どうですか？あったかいですか？お兄ちゃんがそう言ってくれると安心しますね。私もすごくあったかいです。お兄ちゃんのぬくもりで。いいんです、いいんです。だって二人でこうしてお出かけできてるってことが私にとっては一番のクリスマスプレゼントなんですから、いい子いい子してあげます。なんて、妹的にはこれも得難い体験ですね。ね、だからお兄ちゃんもこのイルミネーションと妹とのそのクリスマスデートを楽しんでくれませんか？よかった、お兄ちゃん笑ってくれましたね。今日は本当にいい日、最高の一日です。本当ならこの後は家に帰ってクリスマスケーキを一緒に食べたいところですが、それはまた次の機会にとっておきます。この先の楽しみは多い方がいいですからね。これからもっともっとお兄ちゃんと仲良くなって、妹として、ううん、そうじゃなくても素敵なクリスマスを過ごしたいな。また来年も一緒にクリスマス過ごしたいです、お兄ちゃん指切りしてくれますか？はーい、お疲れ様。イルミネーションいいわね。今回はちょっと大人っぽい感じだったんじゃない？兄と妹ってちょっと複雑な立場を乗り越えようとしてるのね。リノちゃんけなげじゃない、かわいいわね。この先一緒にクリスマスケーキが食べられる日が来るといいわね。きっととびっきり甘い味がするわよ。来年再来年、あんたたちがどういうクリスマスを迎えるかはわからないけど、あんたはあの子の一番近くで一番の味方でいてあげるの？わかってるわよね。だってあんたはお兄ちゃんなんだから。わあ、わ、私寝てました？ぐ、ぐ
時に寝ちゃうなんて。私はダメな妹です。妹失格です。穴があったら掘りたい。お兄ちゃん、ずっとそばにいてくれたんですか？体冷えてませんか？プレゼントのセーターがあったから平気？それは良かったです。え、お兄ちゃんも一緒に寝ちゃってたんですか？それはうっかりでしたね。でもお兄ちゃんと行動パターンが似てるってことなのかな。だとしたらちょっと嬉しいです。とはいえ今日はごめんなさい。せっかく勉強に付き合ってくれたのに。え、それは、いえ、やっぱり私のお兄ちゃんは最高だなって再確認しただけです。さすがは私の大好きなお兄ちゃんです。妹の目に狂いはなかったって確信させてくれます。ね、お兄ちゃん、なんでクリスマスの期間私と一緒に過ごしてくれたんですか？私が誘ったからだっていうのは分かってるんですけど、ツリー探しとか編み物教室とか、お兄ちゃん忙しいのにたくさん付き合ってくれたから。そうでした。クリスマスシーズンは妹と一緒に過ごすのが正解ですもんね。大切な人。確かに私この前そう言いましたけど、それってもしかしてお兄ちゃん私のことを大切な人だって言ってくれるんだ。それは妹として？それとも、気になるけど今はどっちでもいいや。私のことを大切なんだって思ってくれてるなら、私はこれから先もずっとお兄ちゃんと絆を深めていきたい。そっか、そうですよね。私の大切な人もお兄ちゃんなんですよ。これからもよろしくお願いしますね、お兄ちゃん。帰りましょう。雪が降ってきちゃいました。ホワイトクリスマスになりそうですね。え、って、はい、もちろんつなぎます。